MC イテュクさん、チャンオニョンさんが登場です。7年連続 AAA の司会進行を務めていらっしゃるイテュクさんと、去年に続き2年連続でこの AAA の司会進行役を務めていただきますチャンオニョンさんです。お二人は去年完璧に息が合っていました。今日も素敵な進行を期待しています。はい、まあ、今年も MC を務めるのはスーパージュニアのイトゥクさん、そして2年連続で MC を務めるのがアイブのウォニョンさんという、この2人が MC として今年2022アジアアーティストアワーズ名古屋でのステージ盛り上げてくださるわけですね。そしてイトゥクさんならではですね、ソロコーナーとなりました。チャモニョン氏、ここでお一人ずつのソロカットの撮影という形になります。いやー、若さからはもう考えられないような品格をね、ウォニョンさん持っていらっしゃいますよね。アイズワン活動当時からね、そのビジュアル、本当にその魅了される方多かったと思いますが、ますます磨きをかけて、そして大人の女性としてのね魅力も最近は見せてくれるようになりました。イトゥクさんと息ぴったりなその MC をぜひ楽しませていただきたいですね。感謝합니다。イトゥクさんは7年連続の MC となります。イトゥクさん、チャンオニョンさんでした。どうもありがとう。